村 G1 開設71周年記念海の王者決定戦、準優勝戦を迎えました。第9レース1つ目の準優カードです。1号艇石野孝之、2号艇峰竜太、3号艇安河内翔、4号艇藤原慶志郎、5号艇古澤光則、6号艇小池周平、以上の選手で争われます。動きはありません。定番通り1号艇石野孝之引戦です。船足はバランスよく好気配をキープとのこと。そしてビッグネーム並んで2コース2号艇は今年のダービーキング峰竜太、3号艇の安河内翔、 G1 は3月3日に周年で優出。そして4コース奥に下がっていく4号艇の藤原慶志郎です。伸び強力な動きで角からの強襲が注目される藤原。5コース5号艇の古澤光則、2月若松九州地区戦に続き2度目の G1 優出なるかどうか。そして6号艇小池周平、今年 G1 初優出から3度目の優出を目指す戦いです。第9レースの準優勝戦、新入枠なり3対3の体型です。スタートまで1秒、スタートしていきました。確定ほぼ揃ったスタート。さあ1号艇か4号艇かといった動きにも見えますが、1号艇先行体制の石野、2番と4番競りながらも2号艇の峰が指して順走。先頭は1号艇の石野、追走は2号艇の峰、2艇抜けました。3番手6号艇の小池が取って、内に5号艇の古澤、3号艇の安河内、そして4号艇の藤原です。スタートは前提正常でした。1番2番の順で2マークを運んでいます。トップ1号艇の石野、追走は2号艇の峰、3番手には6号艇の小池がつけた126、だいぶ2番6番接近した格好になっています。2周目1マークの旋回です。先頭は1号艇石野は独走、2番手2号艇の外を運んでいく6号艇の小池、2番の峰がしっかりと先行体制守って向こう正面、2号艇6号艇間隔は3停止が空きました。定冠、さらに相手後続は5号艇の古澤、4号艇の藤原、3号艇の安河内で2周目の第2ターンマークです。トップ1号艇の石野孝之、追走は2号艇の峰竜太、3番手少しまた6号艇の小池が近づいてきています。2番と6番定冠は2停進1停進になって、レースは最終周回を迎えていく第9レースの準優勝戦です。逃げ切りトップ1号艇の石野、そして打ち運んでくる6号艇を待った2番になりました。先前6番差し返して2番は向こう上面で、また2号艇の峰が先行体制。さあしかし6号艇の小池一定審査、最終ターンマークに向かう第9レース1つ目の準優勝戦です。ぶっちぎって1号艇の石野、最終ターンマーク、2番手の方は2号艇の峰先行に6号艇の小池、3番手で上位体系126、まもなくゴールインです。第9レース先頭1番石野ゴールイン、2着は2番の峰、3着は6番の小池、続いて5番古澤ゴールイン、4番藤原、3番安河内ゴールイン。